こんにちは、久保です。夏のひとときいかがお過ごしでしょうか。令和3年の8月14日、まあ地区によっては緊急事態宣言のその下にあるかもしれませんね。皆さんお過ごし方様々だと思いますけども、今日はですね、大和くんの夏休みの過ごし方についてちょっと動画をまとめてね、まあ見る人あんまりいないと思いますけども、ちょっとねアップロードしてみようかと思ったんで、お付き合いいただければと思います。それでは画面を切り替えますね。じゃあこちらの方ご覧ください。はい、ヤマトズサマーライフとあります。だいたいヤマトくんね、6時に起きます。起きるとちょっとまあなんかつまみながら、しまじろうのテレビをねちょびっとだけ見るんですね。で一息つくと6時半からラジオ体操が始まりますんで、ラジオ体操に出かけることになります。下の方ですよね。で、ベビーカーに乗ってお花を見てるところが左側、真ん中はちょっと歩きの練習もしながら、で左側はおじいちゃんと一緒に、近くの公園でねラジオ体操に参加、その後ちょっと公園で歩いてるところですね。まあ、あのラジオ体操に出てくださってるちびっ子たちや、それからねおじいちゃんおばあちゃんにも人気の大和くんでございます。で帰ってきてだいたい7時ぐらいなんですけども、朝のちょっとね、お風呂に入ります。なんかちょっとこれ YouTube 的にどうなんて大丈夫ですかね自動ポルノとかに当たらないですかねちょっとその辺は勘弁していただいて、下の方にずらしていこうかと思います。7時半に朝食をとります。この辺はですね、普段キンダーガーデンに行ってるんですけども、だいたい8時半から40分50分ぐらいにお迎えのバスが来るんですよ。それに間に合うように朝食をとることが多いんで、7時半に朝食をこの夏休み中もペースを崩さないようにねやってるところでございます。はい、下の方ぐーっと行きます。で8時からはですね、家庭教育です。インドアスタディというふうにあります。屋内での勉強ですね。いろんなおもちゃとか器具を使いながら勉強ですね。勉強といってもね、遊びの勉強だったりもするんで、いろんな器具を使ったり、トミカを使ったり、こうやって乗り物に乗ってみたりとかね、アンパンマンの滑り台を使って体を鍛えたりとかね、様々でございます。右の方はね、ホワイトボードにこうぐちゃぐちゃぐちゃっとね線を描いてるところですね。将来達筆になってくれたらいいんですけどね、それとも画家になるかな。で9時です。アウトドアの運動ですね。屋外に出て元気いっぱい遊ぶと。で夏の日差しが強い時っていうのはさすがに、公園の下とかに行けないんでね、これはちょっと前のやつですね。で屋内にいるこの真ん中のやつはアウトドアなんですけども、アウトドアの中の屋内ってやつですよね。で屋内に公園が再現されていて、今滑り台の上から滑ろうとしているところが真ん中の赤い滑り台ということになってます。でちょっと下に行くと朝10時です。ドライブに付き合ってもらうことにしています。大和くんとドライブに行って近くの駅まで出かけていくんですね。で近くの駅で、踏切カンカンカンを見たりね、それから電車を見たりとかして楽しんでいるところでございます。電車も結構覚えましたよ。で11時は再びインドアですね。家の中に戻ってゲームとか、それからお勉強をするというところでございますね。いろんなおもちゃを使って、新しい勉強を覚えているところでございます。こういったおもちゃの使い方とかね、車の概念とか、レンガを積んだりとかね、あとお片付けをしたりとか、いろいろと学ぶこと多いかなと。まあ、うちはまだ一人っ子なんで、パパがね、友達みたいな遊び相手になれるのが、まあ、大事なのかなと思っております。で、お昼になります。ちょっと早いんですけども、11時半にお腹が空くことが多いんで、この夏はね、フルーツを中心としたランチを取ることが多かったです。ねえ、美味しそうですね。もう結構フルーツ食べられないものはほとんどないですね。で、下の方に行きます。12時からなんですけども、まあ、お父さんお母さんはね、昼食を取るんですが、その傍らで、インドアで、大和くんはゲームとか勉強してますね。本を読んだり、バスを見たりとかね、それから真ん中では積み木遊びをしたり、で、左側の縦長の写真っていうのは何かっていうとね、ファイルの透明なやつがあるでしょ。あれを顔に当ててね、なんかね、変な顔をして遊ぶんですよ。知恵の賜物かなと思いますけどね。で、13時からは、ちょっとだけもう一回ドライブに行くんですけども、車の中でお昼寝ということでございます。そしてお昼寝をした、その寝た格好のまんまですね、ばあちゃん家に行って、13時あたりから15時ぐらいまで、2時間ほどなんですけども、お昼寝をするのが日課になってます。そしてお昼寝から開けると、15時あたりから、おばあちゃんとね、こうやって、大和くん、今度は二人で遊んでます。まあこれはね、片っぽはですね、おばあちゃんの療育でもあるというかね、どちらかというと、グループホームと、療育支援が同時に来たみたいな感じですけどもね。幼児教育はね。で、右の方はね、おばあちゃん、三味線の先生なんで、
大和くんに1歳から英才教育を施してるとこですね。もちろん三味線で弾けるものは何もないですけども、太鼓ぐらいは叩けるかなってとこですよね。はい、で17時には夕食をとります。ね、左の方はおばあちゃんの背ですか、メガネをかけてふざけてるとこですね。笛も吹いたりとかしてますね。で、右側はご飯を食べてるとこですね。いつもお腹いっぱいおばあちゃんの作った夕食を食べています。これは雑炊が今ね、ものすごく、美味しいと言って食べてるとこですね。で、17時くらいにお父さんお母さんが迎えに行って、18時にはもう寝る体勢に入りますんで、今日一日の疲れを取るための入浴になりますね。右側の方泣いちゃってますけど、どうしたんですかね。はい、で、19時にベッドルームに行きまして、ベッドルームって言ってもね、お布団ですけども、そこで最後の勉強と遊びをします。で、水分補給もしてですね、場合によってはビスケット1枚を食べてお休みするってところなんですけども、やっぱ夏なんですよね。左側の方では、浴衣みたいなのを着て、もう寝る体勢に入ってるんですよね。iPad で、いろんな車や乗り物の勉強とかをしています。あとね、ワン、ツー、スリーっていう、数える勉強ですか。あとはカラーですね、色。赤、青、白。こんな感じのことをやってます。赤とね、青はね、よく、見分けられるようになりました。信号なんてのはね、赤信号で待ってる時に赤って言って、青に信号が変わったら、青っていう風に言うんですよ。いや、とっても楽しいですね。で、20時にはだいたいもう寝ちゃってます。お父さんお母さんもこの時間に寝て、また次の日ってことですよね。はい、それですね、この夏休みの間にどんなことができるようになったのかなってことをまとめてみました。主にはこんな思い出とできるようになったことがあります。まずはね、数を数えれるようになりました。例えば4のことを4と言います。7のことを7って言います。8のことを8って言います。ここ待ちって書いちゃってすいません。間違いですね。私のスペルミスです。で、10のことを10って言うようになりました。はい。で、次、こっちって言いながら指を指したりして、お父さんお母さんをね、いろんなところに連れてってくれます。はい。で、he can put on hat, his head. ね、帽子も被れるようになりましたので、これからね、日差しの暑い時に、まあ、キンダーガーデンの帽子もきちんと被るんではなかろうかと思っております。この、夏休みに帽子をかぶる癖はついてきました。はい。あとね、iPad で、車の番組を自分で見れるようになりました。スワイプしたりね、タップしたりとかして自分の好きな番組を選んで見ています。で、あと次はですね、毎日ミニカーで遊んでますね。楽しんでますね。それから、ショッピングも楽しめるようになりました。一緒にトイザラスとか行ってね、買い物したりします。あれが欲しい、これが欲しいって、それこそ、指さして教えてくれます。それが今画面出てるところですよね。右側の下は私と一緒に山道を散歩してるところです。すごく元気にね、行ってくるぞみたいな感じで手を挙げてますね。山道は危ないんで、こうやって車に乗せてることが多いです。歩くとね、転んじゃったりとかね、転落の危険もありますんで。車だと私がいつも握ってますんで、大丈夫かなってところですね。はい、これはね、思い出ですね。歯磨きができるようになりました。これが左上です。そして右の方は近くの建設現場で、工事を見て楽しんでるところですね。で、左側なんですけども、フードメニュー、ファミレスでフードメニューでこれが欲しいって指さしてますね。ね、可愛らしいですね。頼もしいですね。で、右側の方は愛情表現をしてるところです。ぬいぐるみに抱きついてもうギューッとね、強く抱きしめてますね。で、今左側の方で記念日のケーキを食べてます。何の記念だったのかちょっと忘れたんですけどね。記念日忘れちゃうね、パパですね。すいません。で、これ、右側の方は、漁港、魚の港に行って、漁船とかがね、打ち上げられてますので、その近くで、もう、大いにダッシュしてるところですね。とっても楽しい時間を過ごしました。これは笠岡かな?朝口の大島のあたりですかね。はい、あと2枚写真を見ていただきます。これちょっとね、春の写真ですいませんけども、左側は桜がたくさん咲いてる公園で、大いに走りまくってね、おじいちゃんおばあちゃんを疲れさせたという、その現場の写真です。で、右側の方なんですけども、島次郎で勉強している大和くんの姿です。手には車を持ってますね。で、マナお姉さんがいます。カレンダーが3月になってますので、本当にね、今年の3月の時の、これ画像でございます。まだね、寒い時期だったんで、パーカー着てますね。終わり、以上ですか?
はい、ということで10分ほどご覧いただきました。いかがだったでしょうか。こんな感じで我が家の夏休みは終わっていきます。またキンダーガーデン再開した時はよろしくお願いします。では失礼します。